皆様おはようございます。ニュースチャンネルへようこそ。今回のテーマをお送りします。スノーマンが新曲タペストリー MV で和装披露。映画私の幸せな結婚主題歌となるタペストリー、すべてが完璧、ファン絶賛。スノーマンが2月14日バレンタインデーに自身の YouTube チャンネルを更新。3月15日水曜日にリリースされる WA サイドシングルタペストリー W から新曲タペストリーのミュージックビデオが公開された。映画私の幸せな結婚主題歌となるタペストリー。タペストリーはメンバーの目黒蓮が主演を務める映画私の幸せな結婚3月17日金公開の主題歌。映画では明治大正期を彷彿とさせる架空の世界を舞台に、政略結婚から始まる運命のラブストーリーが描かれる。名家に生まれながらも家族に虐げられてきたが、故に自信のないヒロイン、人志森美を今田美桜が、目黒演じる名家の当主、人志堂清霞と結婚することを命じられる。清霞はその美貌とは裏腹に、性格は冷酷無慈悲という悪評の主だったが、次第に二人は心を通わせていく。タペストリーは、そんな二人が出会い思いを通わせ、これからを綴っていくように、メンバー9人が切なくも力強いメロディーを歌い繋いでいく。MV では白を基調とした洋館のような場所に、どこか大正ロマンを彷彿させる和装姿のメンバーが登場。和装だけでなく、ジャケット写真でも着用しているスーツ姿で、スノーマンらしい繊細で思いのこもったダンスをするシーンもたっぷり。MV を見たファンからはコメント欄や SNS などで表情、メロディー、歌、ダンス、衣装すべてが完璧、一人一人の歌声、表現力が素晴らしい。儚くて美しい。和服もお似合いで、スノーマンの世界がさらに広がったのを感じました。力強さも優しさもある曲、新曲が出るたびに好きになっていくなど、絶賛の声が溢れた。ここまで終わりました。あと他の内容を参照してください。ありがとうございます。